ただいまよりスペシャルワンマッチ第6試合を行います。青コーナー173.60.95キロ、渡辺シャート父はシュート初代ウェルター級チャンピオン。ここ横浜で DNA が爆発するか。渡辺シュート173センチ、60.60キロ、井上直樹。摩天楼のつむじ風が、熱風がここ横浜に吹き荒れる。井上直樹、この試合はライジン MMA ルール各ラウンド5分の3ラウンド制で取り行われます。なお、ライジン MMA ルール61キロ契約バンタム級です。黄金のバンタム級に新たな個性が割って入るか。最前線に前進するのは恋のマジカルチョークか、摩天楼のつむじ風か。お互いゴングと同時にコーナーをスルスルっと飛び出してまいりました。一瞬タックルに入る、フェイント2段の膝蹴り、勝ち上げた。そこから足首すごくタックルに入ろうという渡辺です。シューズを履いている渡辺シュート。さあ石渡選手、はい、まずこの渡辺がシューズを履いてましたね、はい、これどういった意図があると思われますか。シューズ履くとグリップ、地面をこうしっかり踏めるっていうか、グリップが効くんですよね。ただこう掴まれやすいっていうデメリットもあると思います。なるほど、まあ、メリットデメリット両方あるということで、高田さん、はい、まずはこのバンタム級戦線ですよね。層が厚い中にこの2人が割って入ることができるかどうか。そうですね、ロープ使いながらバック取られないように体性化させて、これ2人ともグラウンドは得意なのかな。そうですね、グラウンド得意にしています。上からガブる形、井上直樹です。力が伝わってくるね。ブレイク、ブレイク。さあ、そして藤井恵さん、これ渡辺には一つ代名詞的な必殺技があるわけですよね。そうですね、マジカルチョークっていう締め技が得意なんですけれども、まあ、井上選手もね、チョーク得意ですからね。そうなんですよね。あ、タックルを切って右ランパー、これは空を切りました。しつこくタックルに行くのが渡辺、上から切って潰していこうというのが井上です。バックにつくこのコントロール、バック丸だ。さあ、ひっくり返して逆にチョーク決めてある、そんな戦前発言もありました井上です。さあ、これでどうだ、渡辺からチョークで一本か、入ってるか。どうですか石渡さん、どうですか。決まると思います。どうだ、苦しそうだ渡辺、決めるか。井上、宣言通り、